こんにちは。今回はこのクーレービートル、これの足回りのメンテナンス、今までいろいろやってきたんですけど、それのちょっとまとめというか、このパーツを変えるとこうなるよとか、こうなったらこれを変えるといいよっていうお話をしていこうかなと思います。というのも前回挙げたあの高速走行する動画、あれ結構反響があって、安定してますねとかすごいですねっていうコメントをいただいて、多分メンテナンスをちゃんとしてるからこそだと思うんですよね。なんで改めてメンテナンスの大切さみたいのをお伝えできればなと思います。で、この僕のビートルなんですけど、購入するときに自分でメンテナンスをしたいから、そのまま納車してくださいっていう話で譲ってもらったんですね。車屋さんとしては基本的な整備、ブレーキとか、クラッチワイヤーとか、そういうのは全部一通りやってくれて、だからマスターシリンダーも新品だし、ブレーキのあのピストンですね、あれも全部分解してオーバーホールしてもらってます。普通に乗れるようにはなってるんですけど、あとのこのフィーリングだったり、その辺ですね、その辺は自分で僕がやるということで、今回紹介するメンテナンスとかパーツ交換の話は、以前に動画を上げてるんで、そのリンクを概要欄に貼っておきます。あとは再生リストでも足回りメンテナンスっていうところがあるんで、そこを見てもらえれば全部見れると思います。ご自分でやってもいいし、ショップに頼んでもいいし、簡単なものから、ちょっと難易度が高いものまであるんで、その辺は各自判断してやってみてください。で、今回これはランキング形式でベスト8で紹介しておこうかなと思います。ただこの順位とかは僕が適当につけたものなので、あまり参考にせず、全て重要なことだと思います。あと皆さんの反響とかも考慮して、ランキングっていう感じですかね。じゃあまず8位から紹介していきます。はい、じゃあまずはベスト8、第8位はこれですね。何これと思うかもしれないですけど、これはステアリングダンパーと言います。スタリングダンパーというのは、このガソリンタンクの下についてるんですけど、ハンドルを切った時にタイヤ動きますよね。ハンドルを切るとタイヤこう動くんですけど、タイヤが動くとハンドルも動いちゃうんですよ。ってことは、こう段差とか、砂利道、河原とかでハンドル、タイヤがこう取られるときにハンドルがガンガン路面状況に落ちて動いてしまうと、それを抑えるのがこいつですね。作りはショックアブソーバーと一緒で、中にオイルが入っていて、油圧の抵抗があるんですけど、これをこのステアリングのリンケージ部分につけることによって、タイヤからの衝撃をハンドルに伝えるときに、こう緩慢にするというか抵抗にするものになります。これがないと、コンビニ入るときに縁石にガンってタイヤが乗ったとき、タイヤがこう外力によってこう動いちゃうと、そのときにハンドルが勢いよく回って手を怪我しちゃうとか、そういうことがあるんですけど、これをつけることによってそれがなくなるっていう商品ですね。で、僕これ変えたんですけど、おそらく前のオーナーが昔取り替えてて、そんなに抜けてなかったんですよ。だから変えてもあんまり変わらなかったですね。ただこの動きが新品の方がスムーズなんで、ちょっとハンドルのフィーリングが良くなりました。高速道路の輪立ちとかでも多分効果を発揮するパーツだと思います。なんかハンドルがせわしなくガチャガチャ動くなとか、そういう症状がある方はこれを変えるといいかもしれないですね。変え方としては、僕の動画概要欄に貼ってある動画を見てもらえば分かるんですけど、フロントを上げれば作業できます。ちょっと狭いんで、本当はガソリンタンクを取っちゃった方が作業はしやすい場所なんですけど、そこまでしなくても交換はできるものになります。意外と忘れられがちなパーツかなと思いますね。じゃあ次は7位。7位はこのフロントショックですね。フロントショック、これ僕は純正品がついてました。当時もんですね。もうこんなスッカスカなんですよね。指でつまんで動かせるぐらい。でもフロントはね、そこまで僕は効果を実感しなかったんですよね。というのもフロントって、これビートルこんな柔らかいんですよ。サスペンションがバネレートが低いんで、そこまでショックが抜けていてもそこまで弾んじゃうっていうことがないのかもしれないんですけど、なので変える前がどうで、変えた後がこんなすごいことになったっていう説明は僕はちょっと体験したいんでわからないんですけど、多少フィーリングは良くなったかなっていう感じですね。はい、じゃあ8位、7位ときて、次6位ですね。
6位はこのトーションバーグロメット。これはまあリアのトーションバーの、トーションバーアームですね。そのアームを保持するブッシュになります。これが劣化すると、ギコギコすごいうるさい音がリアから響くようになります。その音が嫌で僕これ取り替えたんですけど、まあ、見事に音はなくなりました。でまあちょっと走りもしっかりしたかなと思います。まあアームをこうやってギュッと押さえ込んでるんで、これがダメになるとちょっとアームも微妙にこうずれるのかなっていうところありますね。でまあこれ見てもらうと分かるんですけど、結構ほら変形しちゃってます。まあ長年使われていたものなんで、これを新品に変えました。ただこれ交換するのにちょっと手間がかかるんで、まあできればショップさんにやってもらった方がいいかなと思います。まあ自分でももちろんできるんですけど、ローダウンするのと同じ工程になります。まあリア上げてトーションバーのアームを外してっていう作業なんで、まあ車高を自分で下げたいなと思う方はそれもその動画も参考になると思うんで、まあぜひ概要欄から見てください。まあ音が気になる方はもうこれをやれば治ります。じゃあ次は5位ですね。5位はホイールですね。まあ、これはスペアホイールなんですけど、普段履いていたのもこのスチールホイール同じものになります。それはまあこの塗り分けじゃなくて黒く塗られてたんですけど、まあ、キャップがついてね。でこのホイール全く問題ないなと思ってたんですけど、100キロぐらいで振動が出るんですよね。細かい振動がハンドルにこう伝わってくるっていう。でまあもちろんタイヤも新品にしてたんで、バランスも取ってある状態で、まあバランスが取りきれないのかちょっと歪んでたのか分かんないですけど、それをこの円形のディッシュホイール、インチは同じ15インチです。これに変えたらその振動はなくなりました。まあリアも同じ15インチ、同じサイズですね。15インチの 5.5J。 まあスチールホイールにもこの同じタイヤを履いてたんで、まあホイールが原因だったと思います。もしハンドルに微振動が伝わってくるような場合、タイヤを変えても直らない場合はもうホイール自体が劣化している可能性があるんで、まあ新品ホイールに変えるのがいいかなと思います。まあこの流れで第4位紹介すると、まあ次はタイヤですね。タイヤはこれ最初からついてたものはだいぶ古いものがついていました。もう低速から高速まで乗り心地が悪かったです。なんかガタガタするんですよね。普通に下道はしてもカタカタカタっていう振動があって、これタイヤかなと思ってタイヤをこの新品に変えました。まあフロント165の R15、 リア185の R15、 まあこのレーダーというメーカーですね。この縦溝が気に入って買ったんですけど、まあ今風のタイヤの方が性能はいいのかもしれないけど、まあ僕の好みはこの縦溝タイプでしたね。これに変えたらもうそれは完璧になくなりました。もうなんて言うんでしょうね、そのガタガタが嘘のように消えてクラウンなんじゃないかっていうぐらい乗り心地が良くなりました。中古で買った際は古いタイヤが付いてる場合、タイヤのせいで乗り心地が悪いとかあると思うんで、まあタイヤは新品がいいですね。ゴムも硬くなっちゃうんで、あんま古いタイヤ、溝があっても古いタイヤはまああまりおすすめしません。まあこれもほら溝はあるんですけどね、全然問題はない、なさそうに見えるんですけど、やっぱりちょっと変形してたりとか硬くなっていたりとかで乗り心地が悪いと、まあ、タイヤは重要です。でこのタイヤに関してなんですけど、空気圧が結構重要で、現代車並みの、まあ、2.4 とか入れちゃうと乗り心地がすごく悪いです。なので、まあ、以前動画にも上げたんですけど、僕は純正の空気圧そこまで下げて乗ってます。結構ね、驚くほど塗り心地が良くなります。おすすめです。じゃあベスト3、これですね。これはリアショックになります。リアショックはね、これも純正なんですけど、メイドインウエスタンジャーマニー、当時もんですね。これがついてました。もうこれもスカスカです。これは変えた途端全く違う車になりました。やっぱりビートルリアが重いので、リアがこうふわふわ動いちゃうんですよね、ショックが抜けてると。でこう乗っててもこうお尻がこうふわふわするような感じがするんで、これを新品に変えました。そしたらもうビタッと段差を越えても1回でスッと収まるような
ふわふわがなくなりましたね。まあ、リアは自分でも交換結構楽にできるんで、まあ、自分でやってもいいかなと思います。なんか乗り心地がふわふわして安定しないなっていう方は、まあ、これを変えると多分治るんじゃないかなと思います。じゃあ次第2位ですね。これです、タイロッドエンド。これもうこんなふにゃふにゃなんですけど、これどこに使われてるかっていうと、まあステアリングを切ってギアボックスがあって、そこからアームが伸びてこう動くんですけど、まあタイヤがあったらこう押して引っ張ってっていう感じでタイヤを回してるんですね。ここのジョイントになります。これがふにゃふにゃだとハンドル回してないのにタイヤだけちょっとこう動いちゃうんですよね。ハンドルを回してもこれがちょっと動いてからタイヤが動くみたいな。これは結構重要なパーツです。で、僕のも実際フロントをリフトしてタイヤを動かすとカタカタとこいつがこうずれちゃって、ハンドル、このステアリングのリンケージとは別にタイヤがちょっと動いちゃうみたいな。まっすぐハンドルを持ってるのにタイヤだけこう勝手に動いちゃう、そういう症状が出ちゃいます。だからなんて言うんでしょうね、これがダメになっちゃうとタイヤとハンドルが別々の動きをしちゃう、大げさに言うとね。なんですすごくフィーリングが悪くなってしまいます。これはまあフロントのリンケージだけで何個も使われているパーツなんで、一応フロントを上げてハンドル動かしたりタイヤを動かしたりしてどこがダメかちょっと調べる必要があるんですけど、まあ1個ダメならもう全部ダメと考えてもいいかもしれません。これもね、自分でできるんですけど、まあプロにやってもらった方が安心のパーツではあります。まあ、ハンドリングを良くするためには、まあ、これは必須のアイテムですね。これもまあ概要欄から見てください。で、まあ、じゃあ1位ですね。1位はこの中にあるステアリングギアボックス、これの調整です。これがね、重要ですね。このカバーを開けるとまあ調整ができるんですけど、まあ概要欄から見てください。まあ、正しくステアリングギアボックスの遊び調整をするとハンドルの遊びが減ります。このステアリングギアボックスの調整をしないと、いくらこういうステアリングダンパーとかタイロッドエンド、これを新品にしたところでハンドルとタイヤの動きが一致しないので、まあ一番重要かなと思うメンテナンスですね。まあただでできるんでね、これは。まあマイナスドライバーと17ミリのレンチがあれば調整できるものなんで、まあこういうパーツを全部新品にしてもダメだなっていう時は、そのギアボックス自体の調整ができていない可能性が高いですね。で、まあ第1位はその無料でできるスターリングギアボックスの調整だったんですけど、まあこの空気圧、さっきも言いましたけど空気圧もすごい重要だと思います。まあ、これも無料でできるんで、基本的にはハンドルから地面まで、力を伝えるのは、まあ、タイヤだったりスターリングギアボックスだったり、まあ、そういう根本的なところが重要だったりしますよね。まあ適正な空気圧と、まあ、こういう遊びがある部品は交換する。で、ギアボックスなどの調整をしてステアリングの遊びを調整する。そんなところでしょうか。まあそれでやっぱり僕も100キロ巡航片手でコーヒー飲みながら飲めるビートルに仕上がったんで、まあ、特別なカスタムはせずとも、まあ、基本的なことですね。劣化した部品を交換する、まあ、メンテナンス、それができれば、まあ、ある程度安心して乗れるかなと思います。で、まあ、あの100キロ走行動画、あれを上げた理由も、まあ、今まで僕が散々、メンテナンス動画を上げて、本当にこのビートルはちゃんとメンテナンスされてるのかというか、ちゃんと効果があるのか、それが証明できてないなと思って、まあ、あの動画を撮りました。まあ、多少説得力が出たんじゃないかなと思います。まあ、あとハブベアリングとかもまだ調整もしてないし、まあ、ガタがないんでね、調整もいらないかなと思ってるんですけど、まあ、今まで僕がやった中で効果がこんなのがあったよっていう紹介でした。では何かの参考になればなと思います。ご視聴ありがとうございました。